お笑いコンビ、カスガトシアキが、15日放送のテレビ、日経バラエティ、オードリー春日のコスパ、午11時に出演する。桁違いのドケチぶりで知らる春日が、学校では教えてくれない究極の子、パリロンを伝授。コスパを通じて、賢いお金の使い方と生き方を提案する、新感覚のコスパバラ、T。MC も、カスガ、ロケも、カスガ、セットも、カスガ、 全、春日ガづくしとなる。春日にとって、同局初の冠入り、組である今回は、春日がなんと自腹ロケをこう、最強、コスパ店を徹底調査。さらにスタジオで、自身が MC を務め、アシスタントに、広中綾香、テレ、朝日アナウンサー、ゲストに、柴田秀次、あんた、チャブル、藤本美希、カノヒデタカ、何男子、藤、上城一郎、ゆうちゃみを迎え、 カスガの独自のコス、理論と、スタジオで論議する。自腹コスパ調査、あって、ただならぬ意気込みで春日が訪れた、は、ゼロ円餃子店。その驚愕のシステムとは、飲み、の濃さやサイズを細かく見定め、飲みたいも、はお得なもの、という名言を飛び出す。同調、他、カスガのどけチっぷりに、藤本は、家族として、めちゃくちゃ嫌ですね。 好きなものを選ばせて、シート、スタジオは、どん引き状態に、ドケチすぎる瞬日の注文の仕方とは。続いて、激安寿司店、藤原と一緒に調査、一貫十円のお寿司の真相に、る、ただでさえ安いのに、瞬日が、お通し代はか、とできないのかと、店員さんドケチ質問をす、と、狩野や、ゆうちゃみから、そんなこと聞いて、まずくなりませんと、 呆れ顔で突っ込まれ、一幕も。カスガのコスパ理論は止まらず、数十円くらいで計算しながら注文する姿に、藤原は、段、ん、算数の授業みたいになってるとカスガのコ、パ理論にはまり気味。関西人である藤原も毒のコスパ理論を披露し、カスガからコスパ道の手がいがあると言わしめる。さらに調査、関西まで広がり、ティモンディ高岸と、 筋肉児が集まるコスパ焼肉店へ。他にも、春日ガに身近、人からのコスパな日常についての垂れ込み、法も。春日がコスパ界の池上明、経済番組とし勉強になる。見ると自然とコスパ道上にずっと胸を自画自賛する。春日ガ都市焼、オードリーコ、とただのバラエティーではなく、経済番組、して勉強になる。 コスパ界の池上明だと思いますから、私は、スタジオゲストの方から、ごひ、もいただきましたが、真摯に受け止めて、カスがにもさらなるコスパ道を邁進していきた、です。ゲストの方々にも来ていただきましたが、編集実証、MC も私、セットも私、VTR も私、カスがにどっぷり勝ってもらいたい。そして楽しんだ後は、 自然、コスパ道が身についてますから、必ず見るよ、に。